エンジン本体に取り付けを行います。どのぐらい、そのエンジンの効率、ガソリンの燃費が良くなったんですかえー、分布的に言うと10、10%ぐらいのところに落ち着いてます。10%良くないこれ本当に同じ条件になりました全く。同じ車で全く、じゃあ、えっ、ー、と、付けた場合と付けてない場合で、 っだって、自動車メーカーって何百億ってかけて開発、研究開発してて、数パーセントの、えっと、このなんですか、燃費を改善するために、何百億改善してるのに、それ数万円のもので、本当に改善します えと走らせ方というものはありますだから、走らせ方を言ったら、はい、だから今言ったのは、はい、例えばもう、全く同じ速度、同じ、全く同じ条件で同じ温度でやるのが、公平な、それこそ燃費の向上のデータなんですよ。はい、そういうやり方でやってますえ、そこまでの、えー、やり方はしてないです。どういうやり,たううやり方そですかそ,うそうですね、燃費の向上って言わないと思うんですよ、それだとしたら。 ええどういう実験したんですか。メーカーにお願いしたとか<や>外部機関にお願いしたいまだそこまでのあの結果は出していませんので、うん。それはちょっとひどいな。はい。だご自身が検証したやり方はちゃんと伝えた方がいいですよ。はいはい。はい、えっとお願いした、えー、お客様にま、えー、知り合いとかお友達とかのお車に、えー、使用前使用後で、えー、実際の燃費のあのー、確認を。それどうやって確認しました。うん、だから知り合いに頼んで知り合いがえっ、ー、とどういう意味 ことでで確認したんですか今までの燃費を取っている方。今までの燃費って,燃費って何ですか <laughs> <laughs> 燃費って何を持って、じゃあ今、比較しましたおっしゃられてる燃費っていうのは。燃費ですかはい。1キロあ、ごめんなさい。一リッターあたりで何キロ走れるかっていうのが燃費それは、えっと、どれぐらいのスパンで見てるもう全くでもあれですよね。走った、それ、信号で止まったりとかもいろいろありますよね。あります。はい。なので、えー、全く同じことを想定しているってことは再現はできないので、 らそれでもぶ分燃費の向上って言わないと思うんですよ、世の中一般的には。1>, はい、1リットルで1キロ走ってる、でも1リッター使ったかどうかって、その人たち分かんないですよね、そうですねガ、ガソリンじゃあ、本当に測りました、うんあえー、とそれはやってます。例えば、えー、自動車にもともと標準でついてる燃費計であったりとか、あとついてないお車の場合は、えー、満タン法という手法を、えー、使ってやってもらってます具体的にに満タン法はどんな風にやります。 はい、まずガソリンスタンドです、ねあのー、満タンにしていただいてで、そこでトリップメーターをゼロにリセットしてもらってで、それで実際に走らせてもらって、はい、で次、またガソリン入れたときに満タンにしてもらうということで計算してます、うん、いや、でも空にすること無理ですよね、ガソリンを。うん、あ使った分だけ計算してますんで。じゃあ、あとじゃこれ98、98%の車両でって書かれてるんですけど、はいえっと、これ、何台試したんですか、えっと、ほぼ50台ぐらいですほぼ50台。はい ちょっと把握がちょっとしきれてないので50代ぐらい把握しないでこのデータ <laughs>、はい、なんかやっぱりねお金を出してもらうっていう時にやっぱり嘘があったらやっぱりそれはよくないと思うんですけど、はい、これがもし本当だとしたらうちの会社の車とか全部つけたいですもんね年間で言ったらすごいコスト削減じゃないですか,、はい、かこれまあでもちょっとその調べ方とかまだ甘さはね、うん、平出さんのおっしゃる通りあると思うんですけど、うん ちょっとロマンありませんこれ。まあ、ロマンとありません、ね。<laughs> <laughs>